キャンサットの内部機構、キャンサットあるいはカンサットとは、宇宙技術の教育を目的として、小型衛星で用いられるものと類似の技術を使用して製作される、飲料水の缶サイズの小型の模擬人工衛星である。あくまで模擬人工衛星であり、実際に大気圏を離脱したり地球を周回したりすることはない。キャンサットの競技では、炭酸飲料水の缶の内部に収まることが、 必要とされており、重量は3 5 0ム未満である。アンテナは外部に設置しても構わないが直径は、キャンサットが打ち上げ機から分離するまでははみ出てはいけない。また、それよりも大型である、オープン規格も存在する。キャンサットは原則として、小型のロケットから放出されるが、競技によって放出高度はまちまちである。キャンサットは、回収時の損傷を、 限定的に止め再利用するために、一般的にはパラシュートによる回収システムを備える。打ち上げに用いられるロケットは、公平を期すために通常は1機種であるが、ロケットの個体差や風向等の諸条件により、到達高度が異なる場合がある。日本国内の競技では、キャンサットの放出に気球を使用して、高度200メートル前後から放出される例が多い。ロケットによる、 射出高度もアメリカやオーストラリアのように無人の砂漠地帯で実施される競技と日本国内での競技とでは異なる。近年ではスマートフォンに使用される MEMS による技術を応用した加速度センサーやジャイロセンサー、磁気センサーが小型化、低価格化されたことやそれらの搭載例や技術情報がネット上で入手できるようにより、それらを搭載した高機能の機種が 主流になりつつあり、徐々に参加者たちの水準が向上しつつある。また一部の参加者は、モデルロケットやペットボトルロケットの打ち上げ経験もあり、技術向上の相乗効果が期待される。打ち上げ手段や射出高度等、国際大会と国内大会でのルールに若干の相違がある場合があり、国内での競技では着地後、遠隔操作や自律制御でローバーを操縦して、 目的地に到達する。海岸付近が競技会場の場合、会場に着水することにより、回収不能になる事例もあり、会場の選定に改善が望まれる。1998年、アメリカと日本の12大学からの約50人の学生たちと教師たちがハワイで開催された大学宇宙システム会議、ユニバーシティスペースシステムシンポジウム98にて、 顔を合わせた。ここで、スタンフォード大学のボブ・トウィックス名誉教授は、後にナノサテライト計画になる初期の概念を提案した。その概念は、炭酸飲料の大きさの構造体を宇宙空間に打ち上げるというものだった。計画は1999年9月11日に、アーリス計画として、アメリカと日本の大学によってに実施され、中断することなく継続されている。 3 5 0トルの衛星3機、またはより大きな体積の衛星を打ち上げるという初期の概念は現在でも継承される。使用されるロケットは1 8キログラムを高度4 0 0 0ルまで運べる能力を有し、約400ドルでの廉価な宇宙飛行への扉を開く。2000年のミッションは大幅に変更された。気圧計や ディファレンシャル GPS システムによる着陸システムが導入された。2001年には衛星が直接目的地に着地するカムバックカテゴリーが追加され、プロジェクトはより複雑になった。このミッションは大成功で2002年には東北大学の宇宙ロボット研究所の学生たちが目的地から45メートルの地点に到達し、2006年には6メートルに達した。 この種の衛星に対する関心は高まりつつある。2003年には東京大学がキャンサットよりも大きくて立方体の形状の2基のキューブサットを軌道に投入した。毎年アメリカ合衆国ネワダ州ブラックロック砂漠で国際大会であるアーリスが開催される。近年ボブ・トウィックス教授によって提案されたのと同様の概念で アーリスの影響を受けた複数の競技が国内外で開催される。日本では8月に、のし空ソライベントで競技が開催され、2008年から高校生を対象としたカンサット甲子園が開催され、優勝校はアーリスへの出場権が与えられる。いずれのカンサットでも複数の要素が共有される、上述の要素に加えてミッションに応じて必要な機器が追加される。 このシステムは一軸あるいは異なる複数の軸のジャイロセンサーで構成される。すべてのジャイロセンサーはそれぞれの軸の角速度を計測する。ジャイロセンサーはデータを収集したり位置を認識する目的で使用される。ジャイロセンサーは加速度計と組み合わせて位置を認識する完成後方装置と呼ばれる。構成が正常でなければ誤った値が計測される。 これの利点は外部の電磁波に影響を受ける GPS が不要であることである。主に2種類のキャンサットと3つのカテゴリーがあるが国や大会によってカテゴリーや規則は異なる場合がある。これは飛行中のデータを地上局へ実地間で送信する。キャンサットのこのカテゴリーでは外部からの操縦装置を備えないで自律的に制御される。発射地点へ戻る競技。 GPS や完成工法等の機器を駆使する。上記の2クラスに属さない。新技術を実証したりする既存のカテゴリの枠には、当てはまらない、型破りな機種がある。2016年夏の打ち上げを目標とする類似の、大きさのポカリスエットのカプセルを月面に送る、LUNAR DREAM カプセルプロジェクトが進行中である。ありがとうございます。